吉シツ千本桜四段目、ガレン方言館左から二代目沢村国府都市の狐中心、初代浅尾学獣の静かの前、文政八年八月、大阪中の芝居、吉国が、十行堂吉国とは、江戸時代の大阪の浮世絵師、蘭栄左や四国の門人と推定される、大阪の人で多くの役者絵を描く。 作画期は文化10年から天保3年にかけてで、その間に数種の画名、画号を用いている。当初は、ことぶきこのまたはアシマロ、アシマルと名乗り、後文化13年の頃に、吉国と改名した。他にも、作からは、カオル国、公州、ことぶき吉シ堂、道、ことぶき皇帝、ことぶき皇道の画名や号が確認できる。ことぶき吉シという画号から、 松吉人氏半兵衛の門人かとも言われている。また、高木という印象を使用したものがあり、これは、高木、または、高木という名を表したものかという。落下には、豊川野光という姓も見られる。文化分世期において、大阪で、役者へを普及させた絵師の一人であり、教科師、教科連吉国としても活躍しており、役者絵にも多くの教科を三として記している。 門人に、ことぶきあきら道うめ国、ことぶきつる道政国、じゅよう道都市国、ことぶきたから、道地下国、ことぶき松道富士国、ことぶきあけぼの、道木よし国、豊川英国、うよしこうなどがいる。ありがとうございます。